参、まあ、政党っていうのは、えー、政治に参加できますよということで、えー、党員を集めて、えー、でその中に、えーまあ、どういうものがあったかわかりませんが、党員が政治に参加できるシステムっていうものを用意しておいて、えーでまあ、それに了承したのか、えー、了承してないのかわかんないんですけども、それに集まってきたわけでしょ。<laughs> で、 そして国政政党になってから勝手に党員の了承を得ないままに規約を変えるとね元から党員の了承を得ないまま規約を変えれるような状態になっていた要は党員の代議員というかあの党員によって選ばれた人が1票それに投じるというシステムじゃなかったみたいなイメージだと思うんだけど だから、あのー、規約は変えられるわけ、えー、上層部が、多分三参政党の上層部がころころ変えられるわけ、それと全く同じなのが NHK 党であり、まあ、立花組、これ、立花組というのは立花孝志に事故があった場合に法律上を職務を代行しますよという立場にいて、かつ、立花組というのは臨時管理人という当規約に載っている規約上の人物。 でこれと同じ対等にあるのが大津彩華という党首でその党首だけが立花隆から変わったイメージす <laughs> なわち三成と神谷 <laughs> 総一がやっているキャミアねキャミアがやっていることと立花久美がやっていることはもう一緒ってことだから立花隆さんが 参、えー、政党の神谷さんは規約を変えてみたいなコロコロ記憶変えてみたいなことをディスればディスるほど自分の娘をディスるということになるっていう、えー、ブーメランねブーメランを投げて自分の娘に当たるっていうその理屈をやっていきたいと思います本日2024年の10月2日午前8時20分を待ったところです <laughs>、えー、だるま大師工房大師大浅大師ラスト大師の大浅大師でございます えっとこの不明という資料というのはこれは引き継ぎの資料を出せないので立花、えー、隆から大津屋家に <laughs> 引き継ぎの資料を出せないので大津屋家が不明という形で報告したわけねで本1本前と2本前の動画では、ね、そういうものであれば、えー、ほぼ窃盗とかもしくは借金の返済に当て当て,ている可能性があるので 国民に対して説明できないものであれば、政党交付金から紐切りをしなければ、要は支出をしなければいいわけなんですけど、それをやっちゃうわけ。それはなぜかっつったら、大津役と立花隆がつながっているから、内通してるからね。表面上は喧嘩してんだけど、内通してるので、こういうことをするけそけ。こういうことをするとどういうことかというと、大津役の首が締まっていくわけ。ね、仲より仲間であるというのが分かってくるわけだから。 私なんかから、ね、してみればねこれ出さなければ、えー、あの仲間じゃないって見られるんだけどこれ,これをやることによってより仲間感が出てくるそれを分かりながら立花隆がやらせていると思ってるけどねでそれに反発したのがもしかすると開成高校を出たと見られる東京大学を出たと見られる豊田健治という弁護士かもしれない。 立花さんの作戦が分かってきたので抜けたのかもしれん。私は抜けますって抜けたのかもしれない <laughs> 優秀だからね。検事は優秀だから、えー、それに気づいちゃって抜けたのかもしれない <laughs> あと福永弁護士とかもね。福永弁護士とかも、ある程度の距離感を置いてタッチしてこなくなってるのはそれに気づいてるからかもしれん。穂高ちゃんとかね。丸山穂高さんとかも最近あんまりこれに触らないでしょが。がっつり関わってるのに触らないのはそういうことかもしれないね、そういう。 えー、私はもう関係ないですよって言うとどんどん離れてくる哲也とかね,ね <laughs> 徹也とかも最近なんか哲也があんまりは、ね、出てこないでしょタッチアンド也になってこないのはそういうふうに離れていってるのかもしれない <laughs> ね 逆に、大津屋家とか、えーねえー、末永ゆかりとかこれ、末永ゆかりは、えー、ポスタージャックのやつで思いっきり使われてたでしょ、<laughs> ポスタージャック。ね、で、本間明子は堀エモ門神道で寄付募るときに思いっきり、ね、窓口は本間明子ですってやられてたわけだから、ねね、それでどん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 首根っこにつけて斎、えー、藤忠之とかね、斎 <laughs> 藤忠之が盗んだと見られるものを置いているのは橘隆でしょ。 立花、ね、隆一人放送局という、えー、放送の通帳を、えー、参議院会館に置いたのは立花隆じゃ,ないですかじ,ゃじゃないとするならば立花、えー、隆、えー、あの一人放送局株式会社における立花隆以外の誰かが、えー、餌としてそこに置いたわけでしょ。ね でそして餌がありますよって言ったわけでしょ斎藤忠之受刑者懲役1年8月に斎藤忠之受刑者懲役1年8月にそういうふうにやったわけでしょわ、ね、<laughs> かりますか <laughs> で、まあ、そういう形で首根っこにロープを巻いていってる一家がこれです、ね、こ,れこれ2人に巻いてるんです大津屋こと立花久美に巻いてるわけ、ね、資料を置くあの 引き継ぎをしないから、これ、秀でぽよちゃんいいですか、これ、秀でぽよちゃんよく聞いてね、熱帯のジャングル30年住んでる秀でぽよちゃんよく聞いてね、これ <laughs>、会計資料を渡さないからと言い訳をさせるためにやってんだけど、実際はこれをやることによって、大津かがねますますやばい窮地に立っていくってことね。<laughs> わかりますかでそれに普通気づいていれば、ねだだけ、トヨタ検事がいれば、多分これに対する対抗策をトヨタ検事がやってきたんだけど、もうトヨタ検事は離れたから <laughs>、ね、トヨタ検事は離れてた,たんでもうや、やられ放題になってくるわけ。ね、やられ放題、立花隆にやられ放題になってるの、大津がね。<laughs> これ、よく聞いてくださいよ。 会計資料を渡せない状態、もしくは渡さないわけ。実行支配をして、えー、参議院会館に入れないで渡さない状態でしょもうそのか、その時点で、えぇ、ー、あの、<laughs> ね、えー労、労働安全衛生法とか、労働、だから要は、ね、職場を確認できない状態だから、<laughs> わかりますか大津が職場を確認できない状態だから、大丈夫でしょっていうことじゃないから、ね。わかりますか <laughs> ね、責任者は大津屋なんで、 でまず、そこに行けない状態にして資料を渡さないという状態だから、こういうふうに言ったわけでしょ。ね、それっていうのは、もうすでに事故があるということ、法律上。ね、事故の定義って何ですかわかりますかこ、ね、れ、勾留されたとかそういうのも事故でしょ。まあ、た主にそれだと思いますけど、その法律作ったときは <laughs>、それだと思いますけど、ね、本当に事故に遭って事故に遭うこともあ、<laughs> 事故になることもある、ね。お亡くなりになって、病気で死んでも事故でしょ。 わかかりますか、ね、精神的におかしくなっても事故でしょ、ね、事故があった時は立花組が登場するのが、えー、NHK 党なわけ、まあ、えあの国政政党のねこれ今元国政政党の立花、えー、組ですけどこれ7月3日にね、えー、去年の7月3日に、えー、から元,元になるんだけど えー、もしかすると単なる政治団体の臨時管理人には立場久組がついている可能性があるので,、ね、でその時の立場久組の仕事としては、えー、会計責任者立花孝要は会計責任者に事故があった場合に登場してくるわけでしょだからまあセットなんですよこれあれですかこれ,これ私がセットって言い始めたからなんか立花さんがセットって言ってるような気がするけれどもセットなんですよ これ会計責任者と会計責任者の職務代行者ってセットなんですよねだから会計責任者の職務代行者を変えずして会計責任者だけが変わっていくっていうのは変なんです実はなぜかっていうと、ね、会計責任者が、ね、全ての会計上の責任を負うわけこれ,これの責任を負うのは今は大つやかだからもう変えたから <laughs> 分かりますかこの不明というやつを出していったら国民は普通怒るでしょね 不明のものを出してくるなって話でしょね。我々の、えー、女性、我々が助成した3.3億円から不明な支出はやっちゃダメですよって国民は普通怒るわけ。だから国家賠償法をやるわけ、これ。ね。普通、普通のに国民であれば国家賠償法で、ね。その不明な部分は自分たちで何とかしなさいの。寄付金であろうが、えー、事業であろうが、えーあのポ、あの、政権放送で儲けようが、ね。<laughs> 国政政党とか政権放送で儲けることできるわけでしょ、ね、やり方で、トントンじゃなくてちょっと儲けることできるわけでしょ <laughs> ポスターも同じでしょポスター、でどんどん選挙に出して <laughs>、例えば衆議院補選とかね、補選とかっていうのは、教託金返ってくるから、おそらくね、ほぼね。だからそういうところにどんどん出して、儲けることができるわけでしょ国政政党の枠を使ってね。で、そういうのから出せよっていう話。 女性我々の女性政党女性法というのは女性するの誰が女性するかというのは国が、ね、国というのは我々国民国民が汗水垂らして働あ納めた税金を、ね、不明なものに使うという報告をさせているわけ立花隆が大つやかに、ね、だからこれ 一見、なぜそういうことを受け入れるかっつったら、ね、なぜそういうことを受け入れるかっつったら、そっち側は逆の違うやつで窮地に立たされてるわけ。なぜ、ね、なぜ不明な状態になってるかっつったら、秀子ちゃんよく聞いてね、<laughs> あの情報が渡されないからでしょ、ね、情報が渡されないで済む話じゃないんですよ、もう、ね。<laughs> 済む話じゃないというのが豊田検事は気づいてるわけ。 だから離れたんだけど、ね。いや、それをやればやるほど、こういうことをやればやるほど、大通やかな首が締まっていくわけね。じゃあ、と同時に、立場の首も首が締まっていくわけ。ね。<laughs> 言ってるの分かりますか渡さないっていうことは、引き継ぎをしないということは、引き継ぎの、引き継ぎはしたんだけど、引き継ぎの一部の資料を渡さないということは、ね。事故があると見られるでしょ もしくは、その渡さない人、例えばタカティをカシャンシに行った場合には、ね、立花組がしっかりとそれを処理しないといけないんだけど、その組自体が7月3日に勝手に辞めているわけ。それを見越したかのように同時に辞めているということは遡るでしょ。詐欺破産罪だったら、ね、破産の前後を問わずなんで、ね、破産の前後を問わずなんで、それ何回も言ってるとおりに、 なんで破産の前後を問わずのときに、えー、後の方の逆に言ったらば、大通やかな方だけ見るの、みんな前。破産の前っていうことは、破産するに至るまで金を募,募るところから始めないといけないでしょ。ね、破産に至るっていうのは借りてかれ、借りた金をそのまま使っちゃったからでしょ、政治活動にね。<laughs> ね政治活動に使ってもいいんです、だって入ってくるんだから。 ね、それが入ってこなくなったのは、ね、リスクとしては、政党女性法が変更するリスクだけはあり、ま、のときはどうなるか分かりませんよというリスクの説明があったけど、それ以外でしょ、政党女性法変わってないから、<laughs> ね、上杉隆と立花隆が説明したのは、リスクの説明は、ね、政党女性法が変わったならばお約束はできません、政党女性法は一切変わってないんで、だからそのそれそ、2人が詐欺師になっちゃうから性、<laughs> 返せなかったらね。 破産した瞬間に詐欺師になるかもしれない。だから、破産の前後を問わずだから、詐欺破産罪だったら、金募った時から始まるから、募った時問題から始まるわけでしょ。ね、で、その募った時からの会計上に不明なものがあり、それを引き継がないわけでしょ。あの借用書も同じで。本当に実態のある借金ですかっていうやつを含めてね。それを渡さないということは、立、え、花、ー、隆自身に事故があるってことでしょ。ね、渡さない。 自分自ら渡せない状態を作り上げてるわけでしょその渡せない状態で大津屋を守ってる風なんだけど実際は大津屋がと立花組がどんどん悪い方向にな,なぜかつら立花組をセットで変えた時にね規約を勝手に変更してるわけはい昨日の立花さんの像が見ましたか神谷参政党の神谷宗平さんの ね、政治に参加できるよっつって集めていったけど、ね、それは合法的に規約を変えてるから、ね、コロコロ変えてるから、えーね、その訴えは認められないという状態でしょ、ね、規約を勝手にコロコロ変えてるんですよ、ね、だからこれは合法的かもしれないけどプロレスですよという間接的証拠物 <laughs> わかりますか会計上に事故,事故があり会計責任者に事故があり、ね、変わるわけでしょね 変わるわわけで変わってもいいんだけど、引き継ぎ資料だったら変えた、私を変えるんだったら、引き継ぎ資料を渡さないでしょ。ね、で渡さないときに、えー、普通であれば、その解決責任者に事故があるんだから、その職務代行者の立花久組を責めていかないといけないんだけど、みんなね。でその当時の立花久組を責めてっていうのは、私しかいなかったから。私と翼の党の杉田隼人君という人これつ、翼の党の杉田隼人君という人は、今、不当に拘留されている可能性がある。 ねね、パチンコ屋潰せぞとかつって言ってたんで警視庁の前で逮捕される2日ぐらい前に警視庁の前で、ね、夜中、ねあのーうんと、パチンコ屋潰せぞって言いながら車でぐるぐる警視庁の周りを回っていて、ね、自分たちは駐停車禁止のところで停車をすると駐車車じゃないよ停車をするとやたら怒られるの警察にね回ってくださいみたいな。 だけど、駐停車禁止のところにタクシーが停車してるわけ。だから、警視庁の官僚、ね、その官僚とかがタクシー券とかでこれ乗るんだけど、おそらくね。官僚とかわかんないけど、まあ、職員が乗るんだけど、官僚はいないか。ね、ああの <laughs> まあそんなにいないか。だって、ねあのスペ、下っ端が徹夜して働いてるわけだから、だから下っ端ね、下っ端たちが徹夜して働いてるんだけど。 ね、そのタクシー待ちっていうのは、我々の税金でタクシー券払われてるわけ。ね、そのタクシーのうんちゃんっていうのは、ほぼ税金で生かされてるんだよ、そこで待ってる人すね。それは、駐停車禁止のところに停車して待ってるの。それは OK なわけ。駐、ね、停車禁止のところに停車して待ってて、ね、<laughs> OK なわけ、ね。それはタクシー待ちとか、そういうイメージね。だからタクシーに対してはかなり甘いんですよね。甘いっていうか、違法行為を見逃すってわけ。 だけど、杉田隼人君は見逃されないから、もしかすると駐停車禁止の停車でやられてるかもしれない。わ <laughs> かんない。だから、入ってる杉田隼人君だけが立花組のところに行きますって言ってたの。私と同じで。ね、立花組のところに行って聞かないといけないじゃん。ね、親父さんが引き継ぎ資料も渡さないんですよ。ね、しかもね。 あなたが、ね、勝手に辞めさせられている可能性がある。勝手に辞めさせたということは、ね、あなた以外の誰かが全員裏切った可能性があるわけ大津やか。大津やかとあなた以外の誰かが全員裏切ったかもしれない。役員たちがね。丸山穂高とか、ね、斎藤健一郎とかが、が相原美香とかが全部裏切って大津やか派についたかもしれない。立花隆含め。 立場の孝志含め全員が裏切った可能性があるわけ、ね、それを聞きに行かないといけないじゃん、ね、NHK と NHK で参政党の神谷総平と同じことを親父さんがしてませんかってそれとも親父さんがしてないんじゃなくてあなた自身がしてるんですか、ね、もしあなた自身がしてるんであればそれは政党女性法違反の可能性ありますよってこと あなたは何にもタッチしてないかもしれないんだけど名前も載っていて規約上に載っていて役員でもある職務代行者でもあって、ね、通常であれば会計資料を引き継がないというのであれば事故があるから自分の親父に、ね、頭が認知症がんかでやられちまったみたいなね,ね神谷さんがあの神谷さんがななんだっけ武田邦彦ね武田邦彦先生のことを認知症なんとかって言ったわけでしょそれと同じよう こんな感じでねあなたの,あの、えー、お,お父さんは認知症の可能性があるわけ、ね、だって資料を渡さないんだから <laughs>、ね、多分資料ないんでしょうおそらく渡す資料がないんでしょうねああのお父様のタカティの頭の中にあってその頭の中にあったものが全部記憶上では知らないなというわけでしょお得意の知らないなというわけだからね、えー、だからそれ事故があるということでしょもうだって不明で 国民に、ほら、大通貨が不明で出してきてるんだから、これ。こんなの見たことありますか、皆さん。使途報告書に不明って書いてるわけだよ。ということは、会計責任者に事故があったということを、これ。頭の中の記憶にあって、それがね渡せないわけだからも。しもし今あったとしたならば、それは病気じゃない。忘れましたって言ったら、それタカティが認知症。 お父さんやばい状態だわけお父さんやばい状態の事故があった時には法律上立花組職務代行者が登場するはずなんです、ね <laughs> で。その職務代行者が登場するはずなのに、ね、それを変えてるわけでしょ、ね、党員とかなはね、全然知らし,知らし知めないで変えてるわけ勝手に <laughs> 7、ね。7月3日のやつ。7月3日のやつみんない何で知りましたかとの翼の党の黒川さんでみんな知ったよね。 ね、黒川さんで知って、ね、立花組を攻めてっていうのは私と翼の党の杉田隼人君だから翼の党の杉田隼人君とは,は今は好きだけどね応援してるけどすり寄っていきたいけどね,ねでも黒川さんはちょっと違うわけ黒川さんはね立花組と大津やかが変わりましたよっていう知らしめる人だ知らしめたの総務省じゃない ね、総務省は階層の深いところに忍、えー、ばしてたの10月,頃、ね、10月5日頃に確か忍ばしてたんだけどそれをほじくり出してきたのが、えー、黒川敦彦という人物なわけ <laughs>、ね、翼の塔の <laughs>、ね、だから黒川敦彦が知らしめたわけでしょ、ね、で知らしめるまでは知らない間に規約が変えられていたわけだから賛と同じでしょ <laughs> 三成党と同じ。 でその時に参政党と違って何がやばいことがあるかっていうとねえ立、ー、花久美さんというのは親父さんに何かがあった時にはねあの登場してくる人だよっつって税金から金をはは払われていたわけ、ね、彼らが言うにはね税金から金を払われていて ちょっと私確認していきませんけど、ね、税金、彼らが言うには税金から組さんに、まあ私は、金払われてる以内かはもうあんまり関係なくて、規約、規約であり、彼らの決めたルール上に立花組がいて、その立場の組が7月3日に辞めてますよと、規約変更をやったわけでしょということは、総会を行ってやったわけでしょとなってくると、住所を千葉県から千葉県に移したやつとの矛盾が生じてくるわけ。 千葉県から千葉県に移すと、ね、い理由としては、総会をやってないからでしょ。<laughs> ね、<laughs> 総会をやってないからでしょ。だけど、えー、総会をやった体でもう7月3日には変わってるわけでしょ。と、ね、<laughs> ういうことですか、ね、これ事故、事故があるよね、これ。7月3日よりも前のやつの不明の会見があるわけでしょ。ね、そ,れそ,れそれを見逃したんですね。 クミさん見逃したんですね。親親父さんの,その不正を、不正でしょ、これ。だって、不明にしてんだから。会計の引き継ぎをしないとい不正でしょ。それを見逃したわけでしょ。ね、だから、法律が機能してないんですよ、これ、ね。なぜ機能しないか分かりますか、これ、みんな、ね法。法律通りにやってれば機能するんだけど、法律通りにやってないってことです。<laughs> ね、これ、法律通りにやってないから、これが可能なわけ。 これ、だからタカティこれ不明でやったのをみんな大津屋家さんを、えー、ここまで来るとお、ね、プロレス論者としてもこれ大津屋家を守るためにだからヒ,デヒデポヨちゃんねヒデポヨちゃんクラスだ,だったらこれ大津屋家を守るためにこれをやったと思ってるわけでしょ言ってる意味わかりますかこれ何にも知らない N シンは頭のキュッとしてる人たちはねこれ立花 <laughs> N シンじゃないかああやっていこうか。 あやて子は、えー、これでしょ大津やかは悪くない、えー、この不明とやってる前任者しかもそれを引き継ぎをしない前任者である立花隆がクソやろうという形であやて子軍は思ってるわけでしょこれ第1段階フェ,フェーズ表層1段階ねっ <laughs>、ね、でひょあの表層1段階なんだけど冷静に考えてみてあやて子冷静に考えてみて。 あやて子が責任を負いて不明という前代未聞のやつをやったわけでしょだから、あやて子じゃない、我々からしてみれば、大津屋さんのこれ責任でやってるわけだから、大津屋さんが不明というんで出してるからダメじゃん。ね、だから、一番表層はこれ何なんですか <laughs> 国民としてはこれ何なんですか普通に考えて。不明の手術の会計をやるなんて見たことがないわけ。ね、だから法、法の精神にのっとってないから。 政党女性法とか政治資金規正法の精神に完全に違反した行為なわけよ、これ <laughs>。だから、あやて子は、や香ちゃんが全部あの引き継ぎの資料をあの渡,せない渡せてもらってないから、こうやって報告するしかないじゃないっていうふうにあやて子は言ってるんだけど、それに対して私の1本前の動画、2本前の動画でね、いや、そもそもこれを報告しないことも選択できますよ。 我々は関与してませんと綾やてっ子君は関与してませんということができるわけだから普通にねでその,その次のステップが、えー、私が三々に渡してきたね大津や,やかにこあの不明ということを出させることにこれ,これはプロレス論じゃね <laughs> としては、ね、出させることによって <laughs>、ね、大津やかとか立花組に首根っこにロープを巻いてるというのが一つなんだけど これが第3階層ぐらいか。国民、あやってっこ、えー、あの第3階層を。その第3階層を出すのは N 信に伝えたいからね。<laughs> N 信、今、カーンとしてるわけ、N 信は。ね、N 信、何にも言わ,言わないでしょ、これ。ね、会計、帳簿を引き渡さないっていう、えー負の、負の事故の部分を何も言わないわけですよ、N 信というのは。わ、ね、<laughs> かりますか これ、だから、服部さんとか、えー、高澤さんあたりはそれは言うかもしれない。ね、言うかもしれないんだけど、ね、そもそも、じゃあ、服部さんとか高澤さんはなぜ立花組に行かないの、ね、そういうことをする人なわけでしょそういう、そういうことをするのが立花隆でしょ <laughs> 渡さないとかそういうことをするのは立花隆でしょ、ね、じゃあ、立花隆がもう事故あるというふうに法律上事故あるとした場合には、ね、立花組が責任を負う領域じゃん、これ。7月3日よりも前は。ね。立 <laughs> 花組が責任を負う領域でしょ わかかりますかだからそれを言わないわけですよ、服部さんとか、高澤和成さんとかね、えー大、大橋正信さんとか、上杉隆さんとかは、なぜかその,そのところ、立花隆志止まりでもない、娘を言わない、娘を言ってたのは翼の党、杉田君と私だけ <laughs>、ね。杉田君と私だけが娘のことを言っている組はね、さらにもう一段、この動画ではお伝えしたいんだけど、ね、これがなぜそういうことが起きちゃうのか。 それは法律通りに運用されれてないからそれを私が7日以内作戦でやったんだってこれみんな気づくこれねね総務省が7日以内に変えていたやつを罰していたらこんな報告書出てこないんです言ってる意味わかりますか ?7 月3日にねやっていたならばこんな報告書出てこない。 逆ででしょ、ね、そうなんです、ねえー、黒川敦彦が去年の10月5日頃にね変わって責任者変わってますよって騒ぎ始めた <laughs> 騒ぎ始めた、えー、やつっていうのはその時に変えたのバックデートして7月3日に変えたことにしたわけそれってのは法律上違反な違法行為なわけだってどこがっつったら政党が政党が届け出を出してなかったわけ 出したのは10月近辺でねその時に変えたことにしてるから <laughs> その時と矛盾が生じてくるの。だから住所変更の千葉県内に置いたという彼らの主張の住所変更のやつと立花久美が変わっ4月3日に変わっちゃってるっていうやつ両方ともね規約の変更と総会要は総会が関わってくるんだけど。 神谷宗平のやつは総会をやってるわけもしくはそういうシステムで動いてるから規約を変えれるわけだけどこの政党っていうのは今はどうか分かんないけど、ね、その当時は総会をやらないと規約が変えれませんよ、ね、でその規約に立花久美が入ってるし大津やかも入ってるわけで大津やかのやつは ね、今年の3月21日に、東京地裁の笹本裁判長が、参考までに、ね、大通やかを変えるということは、総会をやらないといけなくて、5月10日の穂高ちゃんがやったやつは総会として認められないんじゃないかなっていう助言をしてるわけ。わ、ね、<laughs> かりますか、ね、私は認めてはいいんじゃないの、別に、裁判長は認めないかもしれないけど、私は認めてるわけね、5月10日のやつね。で、ないと、ね、7月3日のやつがやばいことになる。 認められないと、たら7月3日の、ね、お立場の組が臨時管理に置きますという規約も変え,変えれないわけでしょ。ね、だから変えれないから千葉県内に置いた柏からあ船橋からカシに変えたわけでしょ。ね、だから彼らの主張とのバッティング、要は自分たちで言って矛盾が生じてくるわけ。ね、<laughs> 自分たちで言っている文言の中に矛盾が生じてくるわけ。だから、 えー、参政党の神谷さんを責めてっている人たちとか、今はね、参政党、規約をいろいろ変えたいとかってって反対やってる、あれ自体がプロレスの可能性あるから、ある程度、ね、神谷さんを応援しながら、えー、あのデモ、デモ活動、だから討伐隊素人とか結構怪しいからね。<laughs> われですか討伐隊素人とか結構怪しいからね。 神谷さんとつながってる可能性あるしその討伐隊シロンの名前を出した立花、えー、隆は当然ありえるからね言っている意味分かりますか参政党の神谷さんと立花隆がつながってる可能性がありますよということそしてあの参政党の神谷さんに反対運動を起こさせてるでしょ あれ自体が、あれ自体がプロレスの可能性あるからね、全員がそれ知り合いながらやってるかどうか分からないから、バンドワゴン効果を使ってるかもしれないから、<laughs> あのプラ,ププラカード書いて、勝手に規約変え上がって、賛成、参政あの党という名前じゃないじゃないですか、その、なんですか、目的と全然違うじゃないですかって言ってる人たちが、実は裏では神谷さんとつながってる可能性ありますよってみんな見てね。 今解散するでしょ衆議院議員やるででししょょ衆議議院員やなぜ橘隆がいきなり賛成党のネタを取り上げたか、ね、なぜ動物対白の名前を言ったか、ね、ここら辺はかなり怪しんだ方がいいですよ。はい以上です。